塩原村にやってきました。ここで味わう初夏の食べ物といえばこちら、ジュンサイです。もう皆さん黙々と真剣にジュンサイを摘んでいらっしゃいます。こんにちは。はい、こんにちは。もう早速摘んでいらっしゃるんですか。はい、こんな感じで。もういっぱい摘みましたね。いやいや、まだまだこれからですよ。これからですか。はい、ジュンサイは淡水の沼に生息する水草の一種で、ゼリー状のぬめりで覆われているのが特徴。それですよね。はい、沼に船を浮かべた摘み取り風景はまさに浦磐梯の夏の風物詩です。これ丸く広がってる葉っぱが、はい、これが全部ジュンサイの葉っぱです。このジュンサイの葉っぱの新芽、葉っぱが巻いてる状態、これを爪でスンと、こんな感じで摘んできます。茎のところから爪で切る感じ。摘み方を教わったところで早速船に乗り出発するのですが、前について後ろ行くときは押すし、戻ってきてる。ちょっと待ってくださいよ、これ純粋積むどころじゃないですよ。まずこの操作が、船の運転が意外にもできるのに長い格闘で助けて危うく落ちるところでした。船の操作に悪戦苦闘しましたが、ようやく摘み取り開始。これを葉っぱをこうかき分けます。お、もうちょっとぬめってしてる、うん、葉っぱの裏側がもうぬめるなんですよね、うん、うわ、ありました。結構しっかりコーティングされてる感じがありますね。このヌルヌルこそ裏磐梯の純正の命だから、うん、しっかりしたヌルヌルが厚くついてる、うんうん、でこれのどこ取るんでしたっけ、うん、どの部分でしたっけここでこう、あ取れました。取ったの私が取ったんじゃないですけど、共同作業で。ああ、いいですね。ああ、いいの詰めました。ぬめりに弾力がありますね。そう、よく気がつきましたね。ぬめりに弾力が、はい、しっかりこう、うん、握れる感じというか。そう、はい、そうなんです。ちょっと手慣れてきた感じが、うん、いい感じじゃないですか。いい感じですか。うん、進むようになった、うん、あ、押してくれたなん上手になったかと思ったのに詰めましたね、たくさん。いいですね。まあまあそうですね。どうですか、ね、私の取れ前。いや、初めてにしてはね、よく頑張ったなという感じです、はい、もうちょっとね、船がね、自由に操れるようになったらね、もっとたくさんいっぱい詰めるようになると思います。充実してたら面白かった。それでは取れたての純菜をこの後美味しくいただきます。まずは水で洗った純菜を沸騰したお湯で湯がきます。綺麗な緑色になったら冷たい水で冷やし、ポン酢をかけてあっという間に完成。シンプル、シンプル、はい、まずはシンプルにいただきます。いいですね、夏の味だよ、うん、その場で食べて。ゼリー状のヌルヌルがすごくこう喉越しよくズランって入ってくるんですよ。これは美味しい、暑い夏にね、ぴったりですね。確かにね。じゃあ今度はね、黒蜜なんですけれども。黒蜜、はい、かけすぎじゃないですか。大丈夫、本当に。そしてこれきな粉です。とかけて、これをかき混ぜて召し上がってみてください。ちょっと待って、これ大丈夫なの。本当にしっかり混ぜていただきます。わらび餅みたいですね。そんな感じです。本当に紛れもなくスイーツです。この食感も楽しめるし、味もびっくりだし、うん、あとはお醤油に生姜でもいいですし、ご飯の上にそのままバーッとかけて純菜丼にして、それで召し上がっていただいてもすごく美味しいです。あとはお味噌汁でもいいし、お吸い物でもいいし。へえ、いろんな食べ方があるんですね、うん、いろいろできます。やっぱりね、夏暑いですからね、浦磐梯で涼しい空気と冷たい水、こちらをね、感じていただいて、楽しく純粋摘んでいただけたらいいかなと思いますね。
島の夏の味覚を求めて続いてやってきたのはいわき市。結構移動しましたね、はい、いろんなお魚ずらっとある中でこちらドーンと迫力のある伊勢エビ、大きいですね。そう、続いての夏の味覚は高級食材の伊勢エビ。いわき市では伊勢エビの漁獲量が震災前は1ミリトン程度だったのに対して去年はおよそ6トンにまで増加。いわきララミューにも新鮮な伊勢エビがずらーりと並び新たな名物として注目されています。そんな今話題の伊勢エビを味わいにやってきたのがいわき市小名浜にある魚屋食堂うろこ重。こんにちは。はい、こんにちは。お邪魔します。ここで伊勢エビのお料理食べられると伺ってきたんですが、はい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 、ありますよ伊勢エビ。ここに、はい、そのまま。よかったら触ってみて。え、触っていいんですか。どうぞどうぞ。触れるもんなの。触れる触れる。失礼します。おー、はじめまして。3年前ぐらいから結構目立って量が増えてきて、こういうね時なんで、まあ、うちとしてもやっぱりこの伊勢エビを大々的に PR しながら、なんかこういわきの PR につなげればななんて思ってます。はい、そんなうろこ重自慢の伊勢エビ料理、まずはこちらです。お待たせしました。伊勢エビのお作りになりますね。キラキラ輝いてますね。さっきまで生きてましたからね。こちらは生きた伊勢エビを手際よくさばき、見た目にも豪華な姿作りで仕上げた一品です。これはすごい。いただきます。贅沢だ。お刺身ってこんなコリコリしてましたっけ。新鮮だからこそですよね。まあ、そうですね、締めてすぐですからね。うん、そして優しい甘みが口いっぱいに広がります。すごく美味しいです。この赤いとこが打ち粉っていって卵になるんですね、はい、でこれ研いだやつなんですけど、はい、次これでちょっと食べてみてください。この調味料、おすごく濃厚で、これお酒合いそうですね。めちゃくちゃ合う。めちゃくちゃ合いますよね。最高でしょうね、日本酒合うと思います。そして次は贅沢に伊勢エビ丸ごと1匹をボイルしたメニューです。ちょっとちょっとちょっと、お塩でできれば手でガブっていってもいいです。うわ、すごい。うわ、贅沢。お塩をつけることでエビの甘みが増して、もう鼻からエビの香りも抜けますし、口の中もエビの味でいっぱいですし、もうエビ祭りですよ。一人エビ祭り。さあ、さらにこんなメニューもあります。まだ食べるんですか。伊勢エビの天丼がありますね。すごいことになってますね。ちょっと一回り以上大きいサイズ使ってるんですね、天丼に関しては。ご飯見えないですよ。これがやっぱり一品丸ごとの醍醐味ですよね。丸ごと。肉厚で大きいサイズの伊勢エビをカットし、高温でカラッと揚げてサクサクの天ぷらに仕上げます。これ贅沢だな。そしてオリジナルの甘辛いタレにくぐらせ、ご飯の上に豪快に盛り付けたボリューム満点の一品。美味しくないわけがないよ。もちもち、揚げると全然違いますね。もちろんエビの甘みと旨味はガツンとくるんですけれども、ちょっと甘じょっぱいタレと絡むと一層旨味が引き立って、これはもう一口ついつい行きたくなる。で、頭の方がこれ焼いてありますから、この辺味噌なんですよ。できればちょっとつけながら召し上がっていただいても。と味噌もつけて。エビの旨味が襲いかかってきますね。いや、伊勢エビをこんな風に食べたことなかったんですけれど。ああ、ですよね。いわきって言ってやっぱりそのウニやアワビを含む、まあ、高級食材っていうのもあるんですけど、
ぱその中でも代表格となるような存在だと思うんですよね。で今後さらにこういった伊勢エビをどん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 広めていきながら、いわきをしていただいて、ぜひ遊びに来ていただければと思っています。